はい。改めまして、おはようございます。今日のオンラインワークショップは、ワードプレス6.3のアップデート内容を見てみようという内容になっています。ここ、まあ1年くらいですね、何かしらアップデートがあるたびに、このアップデート内容を一緒に見るというセッションを行おうとしてきています。でですね、今回は6.3、来年8月8日に、公開されました。で、8月8日以降に、ワードプレスコミュニティサミットというイベントがアメリカにあり、で、またワードプレス、あ、ごめんなさい、ワードキャンプアメリカ、US というのが、開催されて、ちょっと私もそちらの方に行っていたので、1ヶ月ぐらい経っちゃったんですけれども、このワードプレス6.3の内容を、まあ、皆さんで一緒に見ていこうと思います。結構、ブロックエディターの、集大成とも言えるアップデートです。次回からは、6.4からは、いよいよその共同執筆、同時に、2人以上が編集する、そういう機能に、焦点が変わっていくので、まあ、今回の6.3で、ブロックエディターが結構もう完成したようなアップデート内容になっています。で、今日はですね、こちらの、まあ、毎回アップデートがあると、その、デベロッパーチームからアップデート内容を説明するブログが出て、で、それをボランティアの方がいつも日本語に翻訳しているので、こちらの記事を、順番に追っていこうと思います。今、ズームのチャットの方にリンクを落としました。今回はこちらの記事を参考に6.3の、アップデート内容を見ていこうと思います。で、最初に、断っておきますが、実は僕、あんまり6.3まだ触ってないです。ブログは自動更新するようにしているので、僕のブログ多分6.3になっているんですけれども、なんだかんだでちょっとその後いじれていないので、今日私も初めて6.3のいろんな機能を、見ていこうと思います。何でも一緒に、探検しながら、また皆様も、もし1ヶ月すでに使っている方々は、どこが気に入ったか、どこが気に入っていないか、そういうことも共有していただけたらと思います。テスト環境として、ローカルで一つサイトを作っておきました。日本語にちょっと言語を変えておきましょう。日本語にちょっと変えて、日本語に変えて、まあ、ここら辺大したことないんですけど、一応、日本語設定にして、日曜日始まりで、6.3の新しいデモサイトを一つ入れました。今、2023の、まあ、基本になってますね。これをもとに、この記事を参考にしながら、サイトを見ていこうと思います。で、今回はライオネルという名前で、ワードプレスのバージョンには、全部、ジャズのアーティストの名前がついています。これは、まあ、ワードプレスの、一番最初の開発者、マットさんとかが、ジャズが大好きなので、必ずこのアップデートにあるジャズアーティストの名前がついてるんですね。これが、で、何かしらこう顔写真がつくんですけど、これライオネルさんの顔写真です。確かマリンバ奏者なんですよね。まあ他の楽器もやってると思うんですけど。ビブラフォンですね。ビブラフォン、ピアニスト、パーカッショニスト、なんて書いてます。はい。さてさて、今日の内容に入っていこうと思います。ですね。そうですね。ちょっと簡単な説明がありますが、こっちに行きましょう。まず、6.3は、サイトエディターで全て完結というのが一番大きなポイントです。これはもう前々から、いろいろ宣伝もされていたんですけど、ちょっとそのブロックエディターの導入される前のワードプレイス、皆さんご存知の方は思い出してほしいんですけど、
ページや投稿はエディターの中で編集をし、サイトデザインは、カスタマイザーというところで編集をしていたと思います。カスタマイザーでできるものはやって、カスタマイザーでできないものは、テーマファイルのコードを書いたり、コードを加えたり、CSS でいじったりっていう、そういう編集になってました。なので、サイトを編集するときに、固定ページのエディター、投稿のエディターを使ったり、カスタマイザーを使ったり、CSS を足したり、テーマファイルをいじったり、その編集の場所がたくさんあったんですね。で、ブロックエディターの、一番の、最終的なゴールは何だったかというと、ワードプレスのサイトを編集するときに、いろんな場所に行かなくてもいいようにするっていうのがブロックエディターの本来の目的でした。で、そこにたどり着くまでに5年くらい、5、6年かかったので、その最終的なゴールをこう見失いかけた人もいるかもしれないですけれども、このサイトエディターで全て完結っていうのが本来のブロックエディターのゴールでした。で、つまりどういうことかというと、固定ページや投稿を編集するときも、サイトのデザインそのものをいじるときも、全部同じ場所で編集ができる。あっち行ったりこっち行ったりしなくても、同じ場所で、編集ができるというのが、このポイントです。で、いよいよこれが実装されたので、ブロックエディターも、集大成に入ったという、そういう流れになります。はい。じゃあちょっと読んでみます。WordPress 6.3では、コンテンツ、テンプレート、パターンが初めてサイトエディターに統合されました。ページの追加、スタイルバリエーションの閲覧、同期パターンの作成、ナビゲーションメニューのきめ細かなコントロールをお楽しみください。これらは異なるサイト領域を切り替える無駄もなく、最も重要なことに集中できるようになります。作成から完成まで全てを一つの場所で。そうですね。そのカスタマイザー時代は、メニューとか、ウィジェットとか、もうウィジェットっていう概念もなくなってきてますけど、ウィジェットとか、それも全部、ここにあったんですよね。確か、この外観の中に、メニューとか、ウィジェットとか、もう本当にいろんな場所でいろんなものを編集してました。それが、外観がもうすっかり綺麗になって、エディター1個で全部が編集できるようになったわけです。さて、エディター、あ、ごめんなさい、エディターを今押しましたね。昔はサイトエディターと呼んでたんですけど、正式にはもう、エディターだけになりました、名前が。サイトだけじゃなくて、その、コンテンツも、ナビゲーションも全部編集できるようになったので、正式名称が単なるエディターに変更になりました。で、こちらに、ナビゲーション、スタイル、固定ページ、テンプレート、パターンというふうに、今まで別々なところに行かなきゃいけなかったいろんなものが、このエディターの中で、編集できるようになったわけです。じゃあ、ちょっと見てみましょう。例えば固定ページも、もうエディターで作成できるんですね。今、私のサイトは、初期状態なので、ホームページとプライバシーポリシーとサンプルページの、3つがあるんですけれども、あとは例えば、404ページ、お探しのページは見つかりませんとか、そういうのもデフォルトで入ってるんですけど、ここでもう新しいページを追加できるようになったんです。このプラスを押すと、新規ページの下書き。で、ページタイトル、何にしましょう。6.3、ようこそ。はい、下書きを作成。で、もう、この中で、なんかいろいろ出てますけど、この中で、ページの編集ができます。上にこれヘッダー見えてますね。ヘッダーが見えていて、こちらにページのコンテンツ、なんかここに書きますか？これは、オンラインワークショップ中に作成した新規固定ページです。で、例えば、ここに、画像とかも追加できますね。これ6.3の内容ではないんですけど、
メディアのオープンバースっていうのが、確かこれ6.2だったかな？で、追加されました。なので、ここで、あれ、関根さん、どら焼きでしたっけ？どら焼きとか検索すると、確か関根さんの画像が出た気がするんですけど、どら焼き。来い！来ました！これですね。こういう画像を、もう、オープンバースからここで検索して、導入することができます。で、ちょっと保存って押してみましょう。保存って押すと、固定ページ。そうですね。結構サイトにパターンとか、テンプレートとか、コンテンツとかいろんなものがこの同じ場所で変更できるようになったので、保存する前に今何を保存するところかっていうのを表示してくれます。今回は固定ページのコンテンツしか変えなかったので、固定ページ、これを保存でいいですかっていう確認があるんですけど、例えば、これは変更はできないか。まあ、とりあえずこれで保存しましょう。保存。保存しました。これを、おっとっと、これサイト、ここに僕も開いてましたね。これを更新すると、表には出てきていない。あ、下書きだからですか。外観のエディターでさっき下書きを作るっていう話をしてましたね。6.3にようこそ。こうなっていて、ここにいましたね。保存しました。これを公開したいときは、じゃあ改めてここを押さなきゃいけないな。なるほど、なるほど。ここではあくまで下書きの保存で、公開する際は、ここで公開済みにすると。で、改めて保存。なるほど。これちょっと変わりましたね。ここでポチッと公開ではなくて、ページ設定のステータスっていうのを変えてさらに保存をすると、これでここにようやく固定ページが出てきました。なるほど、なるほど。ステータスももしかしたらちょっとこれ増えたかもしれないですね。保留中、公開前のレビュー待ち、未公開、予約済み。予約済みありましたね。公開もありましたね。保留中っていうのがもしかしたら新しいかな。これ多分その共同執筆に向けた準備だと思います。ある人が作成して公開前に他の人からレビューが欲しいっていう、そういう流れに今後ワードプレスはなっていくので、そういうレビュー待ちの状態もここにできました。で、これ固定ページを今編集したんですけれども、例えば、これちょっと後で言いますね。例えばこれ1個戻ると。お、石原さん。私の環境だとデフォルトで保存ボタンじゃなくて公開でした。あらら。ちょっと待ってください。ちょっと私もう一回やってみましょう。これプラスで、新規ページの下書き、公開ボタン。来ましたね。今回は、どうや。保存。ほうほうほう。何が違うんでしょうね。何が違うんでしょうね。私は保存ですね。まあ、もちろんこれを公開済みにしても、やっぱり保存。ふーむ。何でしょう？ これもし、ご存知の方がいたらぜひ教えてください。設定が違うのか。公開ボタン。まあ、今これエディターに戻りましたね。エディターに戻って、この点3つでゴミ箱移動っていうのがありますね。あとはこれを押すとページの、公開リンクに飛びますね。これを押すと、ページの編集。テンプレート固定ページ。ふーむ。
あとはですね、私の今、ワードプレス、これなんだ？ 6.3.1。昨日か一昨日か、確か6.3.1っていうパッチが出たんですけど、石原さんもこれ3.1ですか？それとも6.3のままですか？もしかしてそれが違うのかな？とりあえず今固定ページを作りました。で、ここ戻ると、いろいろこう編集も、ここで設定もできるんですね。このページで、コメント、ディスカッションを許可するかとか、これホームページなので、ホームページに何個投稿を載せるかってあるんですが、公開ボタン。あ、石原さん。エディターからだとデフォルトが下書きでした。あ、もしかしてですよ。こっち。ここから従来のやり方で固定ページを作ったら、こっちは公開ですね。これは昔のままなんだ。で、エディターの中からやると、下書きがデフォルトで、いちいち公開にしなきゃいけないという、そういう流れですね。なるほど。なるほど。これで、わかりました。さて、固定ページ今作りましたが、これエディターの中で今度はナビゲーションも編集ができます。で、ナビゲーション、今このテーマはここにメニューがあるんですけど、これが確かドラッグできるんですよ。編集。そうするともうここで、あ、今、コページになりましたね。これを左に持ってくると、親ページになり、サンプルページの例えば下に、よいしょ、こうして、公開ボタンも下にってやると、ああ、あれ、これをこう、ポチッとデモにはならないわけですね。なるほど。1個の変更、レビュー。ナビゲーションを保存しますかって聞かれて、保存って押すと、編集画面が開く。ちょっとポチッと押して中に入っていることを確かめたかったんですけどね。こういった感じで、このページを開かなくても、この外の状態で、ナビゲーションメニューの編集が可能になりました。ちょっとまたこう操作性があれなんですけれども、よいしょ。あとはこれ3つボタンを押すと、あ、ここにも上に移動、下に移動。5ページにするとか、そもそもナビゲーションから消すってこともできますね。あとは、こうやってエディターの中で、これナビゲーションブロックになっているので、ナビゲーションブロックの設定を、いろいろ変えることもできます。こう、動かしたり、新しいものを、リンクとか作ったり、も可能です。なので、なんだろう。昔、そのカスタマイザー時代にメニューっていうところでいろいろドラッグ&ドロップでメニューの基本的な編集ができたのが、今度はこのエディターの中で可能になったという、そういう流れですね。ナビゲーション、名前を変更とか複製、名前を変更で、例えばこれをメインメニューに変えたりとかができるようになりました。で、また、この中で今度はスタイルの変更。6.1、5.9くらい、確か、ちょっといくつか前なんですけれども、テーマの中にグローバルスタイルというものがあって、そのページ一個一個の色じゃなくて、もう全テーマの色を変更するスタイルというのが導入されました。で、特に、この2023というテーマは、基本、デフォルトの色の他に10個スタイルが用意されていて、いちいちエディターに入らなくても、もうここでこれの変更が可能になったわけですね。従来だと、サイトエディター開いて、このスタイルというのを押して、で、スタイル一覧に行って、ここで選んでました。ここで、どれにしようかなと
選んでいたんですけれども、今はもう、このスタイルに関しては、この外の部分で選択ができるという話ですね。で、ここに保存ボタンがあります。ちょっと勝手が変わりましたね。これを押すと、あ、これが開くわけですね。もう直接スタイル画面で開かれるので、まあ細かいタイポグラフィーとか色はここで編集ができます。あとはこれ、スタイルブック。これも、1、2個前の更新で導入されたんですけど、ちょっと見つけにくかったんですね。基本ページってこうなっていて、このスタイルを押して、で、ここのスタイルブックを押すと、全ブロックがここで、何ですか？確認できたわけです。ここでいろいろそのタイポグラフィーとか色とか変えても、ページ本体にそのブロックが入っていないと編集が見えなかったんですね。変更が反映されなかったんですけど、スタイルブックを開くと別に何のページや投稿を見てるわけではなくて、もうここに全ブロックが列挙されているので、自分が特に今見たいやつを見て、例えば、ボタンの色を基本の、背景を例えばピンクにしたらどうなるかなとか、特にページにはボタンはなかったんですけど、ここで確認ができるわけですね。このスタイルブックが、ここから、見つけることができます。なので、ここの、色味を変えるときに、もうスタイルブックを開いて、スタイルブックの中で、これがどう変わるかなっていうのを、確認できます。で、実際に、ここをクリックすると、直接そのスタイルブックが開かれて、スタイルの編集もできます。まあ、ちょっと長くなったんですけど、何が言いたいかというと、ナビゲーションスタイル固定ページ。また、テンプレートやパターン。これは、勝手は今までと似てるので、割愛しますけれども、そのサイトを組み立てるパーツが全部、このエディターの中で編集可能になったというのが、今回の、一番の変更点です。かなり大きいと思います。だから将来はですね、例えばそのクライアントのサイトとかも、どうなんだろう。エディターは、けどエディターはもしかして管理者側で使うツールなのかもしれないですね。クライアントは従来通り固定ページだけ作る、投稿だけ作るってやった方が、スムーズかもしれないですね。こっちにいろいろ集まって、作成者側は便利なんですけど、クライアントにはちょっと機能が多すぎるので、引き続きこちらから投稿してくださいっていうようになるかもしれないです。はい、関根さんもなるほど、ありがとうございます。さて、ちょっと、長くなったんですけど、続きも。見ていきます。石原さんもお客さんにはいじられたくないかって書いてますね。お客様こっちだけに専念してくださいってなんかなるかもしれないですね。さて、ブロックテーマのプレビュー。ブロックテーマを有効化する前にプレビューすることができるようになりました。お、これどういうことかちょっと見てみましょう。外観の今度はテーマに行きます。テーマに行って、例えばここ2021あるので、ちょっと古いですね。なんか懐かしいですけど、ここにライブプレビューというボタンがあります。これを押すと、これはブロックテーマじゃないからカスタマイザーの中で出てくるのか。まあ、ここでいろいろ、懐かしいですね、カスタマイザー。すごい久しぶりに、見た気がしますけれども。で、本当にこのサイトにしようかな。これ僕の、サイトのコンテンツが載ってるので、本当にこのサイトにしようかな、どうしようかなっていうのを、見てから公開できるんですけど、2022、こっち見てみましょう。こっちはブロックテーマなので、カスタマイザーではなく、エディターの中でプレビューができるわけです。なるほど。エディターの中で、僕のテーマ、僕のサイトにこのテーマをつけたらどうなるかなと。
クリックすると、あ、編集もできちゃうんですか？これ。例えば、ヘッダーですね。ヘッダーのこういうのも、あらら、編集できちゃうんですか？タイポグラフィー、ちょっと。ちょっとなんかわかりやすいとこ行ってみますか。例えば、ハローワールドリンクを外す。あ、リンク外せた。テキストの色を赤くする。あ、できた。なるほど、なるほど。クエリループの、例えば、振った思いっきり消しちゃう。消した。で、これを押すと、サイト表示で、これプレビューですね。プレビューには反映されないのか。あくまでもエディターの中で、自分の今の変更が見えるわけです。なるほど、なるほど。ここでいろいろ編集をしました。で、編集をして、有効化するか。あ、なるほど。で、例えば、僕の6.3にようこそっていうページは、こう見えていて、これもなんかフッターついてますけど、なるほど、なるほど。例えば固定ページから、テンプレート見ましょう。テンプレートの、固定ページ、テンプレートの、固定ページ、テンプレート、フッターを全部消したいとかですね。こういうことして、ここに有効化して保存。だから、いろいろサイトを編集してから、このテーマを適用するかどうかが決定できるようになりました。おっと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 。だから今私、まだこれ2023なので、このままなんですけど、いろいろ編集をしました。うん。これで納得って思った時に有効化して保存を押すと、今私がやった編集も記憶し、さらにテーマも反映してくれると。有効化して保存。こっちに来てアップデートすると、なりました。2022のテーマになり、さらにここを赤くするっていう編集とか、フッタが消えたとか、固定ページの方もフッタが消えましたね。なのでそのテーマをそのまま適用することってあんまりないですよね。やっぱり自分でいろいろ編集を加えた上でこのテーマにしたいかな、どうかなっていうのが決められるので、それが今回の、更新でできるようになりました。これ結構いいかもしれないです。ちょっと私こっちに戻しておきますけど、こっち有効化にして、2023に今戻しましたけど、テーマをいろいろいじってから、サンプルを見てから本当に適用するか、有効化するかが決定できるようになりました。シャラさん、編集しても有効化前ならキャンセルできるみたいですね。前のテーマに戻れば前の見え方に戻れるんですね。はい。ということになります。多分今までですね、ホスト会社によっては、メンタルサーバー会社によっては、その会社がこの機能を提供していたこともあったと思います。例えばwordpress.com っていうレンタルサーバーでは、この機能がそのサーバー会社から提供されていたんですけど、これが wordpress のコアの機能に追加されたという、そういうことですね。なるほど。はい。質問とかあれば、ぜひ教えてください。もう一回それやって、とか、そういうのも教えてください。はい。次。パターンの作成と、動機。そうですね。ブロックを配置し、マイパターンセクションに保存して、サイト全体で利用しましょう。パターン、以前は再利用ブロックと呼ばれていた、を同期させ、一つの変更がサイト内の全ての箇所に適用されるよう指定することもできますし、インスタンスごとにカスタマイズ可能なパターンを手始めに利用することもできます。これも私嬉しいです。今まではですね、再利用ブロックっていう考え方と、パターンっていう考え方がありました。で、再利用ブロックは、サイトの中で複数箇所で、まあ、再利用できると。で、一箇所で、編集をすると、
それが使われてきた他の場所でも同時に編集がされちゃう。で、それがいい時もあるんですけど、悪い時もあったんですね。本当はこっちだけ編集したかったのに、あっちの再利用ブロックも変わっちゃったとか、カスタマーサポートやってて結構ありました。お客さんが知らずに再利用ブロックでサイトのいろんなとこを変えちゃったとか。で、もう今回の6.3から再利用ブロックという考え方はなくなります。名前も消えました。あ、再利用ブロックの編集画面の URL も見つけにくかったですよね、今まで。サイトエディター開いて、設定の中から再利用ブロックを編集みたいなアイテムを探さなきゃいけなかったんですけど、私めんどくさかったんで URL を、メモっていました。で、その再利用ブロックの編集ページが出せるようにしてたんですけど、今回で再利用ブロックという考え方は完全になくなります。で、パターンになったんです。で、パターンに同期させるパターンと同期させないパターンという考え方が生まれました。なので、同期させるパターンは、サイトの中でたくさん使って、一箇所変えると他も全部同期して変わると。で、同期させないパターンっていうのは、ブロックの構成はパターンとして保存していて、サイトの中に何回も使えるんだけれども、一回サイトに加えちゃったら同期はされてないので、そのパターンをそこで変更しても他の場所は変わらない。こっちの方がなんか分かりやすいと思います。正直。ちょっと見てみましょう。エディターをもう一回開いて、ここにパターンというのがあります。で、今はパターンがまだないのであれなんですけど、同期しているパターンと標準パターンがあるわけですね。ちょっとなんか見てみましょう。パターンを作成。パターンを作成。名前。初めての同期パターン。すべてのパターンインスタンスの同期を保持。なんかちょっとテクニカルで難しい表現ですけれども。要するにこれは同期をさせるという意味です。元のパターンを編集すると、すべての使用中のパターンも更新されます。作成。例えば、何かイメージを入れて、おっと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 、ちょっと待ってくださいね。どうしよう。じゃあ、ヘッダーにするか。これはヘッダーです。ね。これは段落です。こういうパターンを作ったとします。これ保存。で、戻りまして、このパターンをじゃあサイトにちょっと加えます。固定ページを開いて、公開ボタン、さっき作ったページですね。ここにパターンを入れてみましょう。今回はドーヤの下に、パターン、これじゃ出てこないか。初めて。これ出てくる？これも出てこないか。パターンはこっちの方がいいかな。プラスを押して、パターンを押して、もしかして。これちょっと、こちらのパターンは、ワードプレスが基本で入れているパターン、そしてテーマに導入されたパターンですね。自分の作ったパターンは、こちらのボタンになります。同期パターン。で、初めての同期パターンがあるので、これを入れます。これはヘッダーです。これは段落です。OK です。これを保存しました。それから、今、公開ボタンに入れましたけど、6.3にようこそっていうのにも、入れてみましょう。この投稿コンテンツの下に入れたいんですが、これが、よいしょ、よいしょ。これを押せばいいのかな？初めての同期パターン。これを、よいしょ。この外に入れたかったな。外には入らないのか、もしかして。ロックされてるから。ああ、ロックされてるから、
この中にしかコンテンツは入らないということになっているわけですね。なるほど、なるほど。まあ、とりあえず、じゃあ、ここに入れました。石原さん、インスタンスって何ですか？インスタンスっていうのはですね、多分、日本語だとですね、自称っていう意味だと、単語だと思います。これです。すべての事象で、要するに、サイトの中に例えば3回そのブロックを入れると、インスタンスが3個あるっていうことなんです。事象じゃないかな。加えた、なんか、個体がたくさんあるときに、それぞれの個体をインスタンスって言うんですけどね。何かもっとうまく説明できる人いますかね？はい。とりあえず今何をしたかというと、6.3にようこそに同期パターンを入れました。公開ボタンにもパターンを入れました。で、これは同期パターンなので、もしパターンを、このパターンを変更すれば、そのインスタンスが全部変わる。それ要するにそれが使われている場所が全部変わるわけです。ので、例えばですけれども、テキストを赤くして、こうして、セミボールド、ボールドイタリックにして、みたいな感じで保存をすると、今、パターン1個しか編集はしなかったんですが、このページでも、このページでも変更が反映されました。なので、これが同期パターンです。で、同期しないパターンもできます。つまり、パターンを作成、同期していないパターン。で、これ同期保持しない設定にしているので、もう一回、じゃあ、これは同期していないヘッダーです。これは同期していない段落です。保存しましょう。ね、これをもう一回、こうやって、なるほど、パターンのプレビューが見えるわけですね。で、同期パターンでフィルターかけたり。標準パターンでフィルターかけて検索もできます。なるほど、なるほど。この2つをまたさっきの2つの固定ページに入れてみましょう。6.3にようこその、これの、下に、これを押すのがいいかな。もう一回ここを押して、これはあくまで同期パターンなわけですね。同期していないパターンがこちら。のマイパターンっていうのができました。なるほど。なるほど。このボタンはあくまでも同期パターン。こちらは同期していないパターン。で、これをページに加えました。保存。で、6.3にようこその次、公開ボタンっていうページにも、ですね、ここにも、これを押せばいいのか。これを押して、段落の、パターンの、同期していないパターンを加え、保存。さて、戻りまして、さっきと同じ要領で、パターンの、同期していないパターンを編集かけます。これちょっと更新すると、これは同期していないヘッダーですっていうのが入ってますね。これを今度ここで編集をしても、すでに挿入したところは変更がされないはずです。こう来て、これもエクストラボールドイタリックなんかに保存をしても、これは同期していないので、すでにページに挿入したところは更新しても変わりません。今後、
加えると、その新しいパターンが入るっていう、そういう流れになります。なので、まあ、同期しているパターン、していないパターン。で、それもどちらもエディター内で管理ができる。で、マイパターンも今まで変、あの、管理が大変だったんですけど、プレビューも見えるし、検索もできるし、同期、非同期で、フィルターもかけられるし、だいぶ楽になったと思います。すべてのマイパターンを管理。これですね。以前はこういう画面だったんですけど、ちょっとこれが多くなると編集が難しかったので、楽になりました。で、テンプレートパーツっていうのも、これは、しばらく前にサイトエディターに導入されてたんですけど、このテーマがテンプレートの中で使っているパターンたちをテンプレートパーツと言います。テンプレート、固定ページのテンプレート、ホームページのテンプレートなどなど、これページのテンプレートなんですけど、テンプレートの中で使うパターンがテンプレートパーツで、それも、こちらから加えることができます。なんかもう本当に全部このエディターの中で管理が可能になったわけです。はい。石原さん、同期しているからひし形が2つ重なっているのかも。ああ、そういう意図なんですかね。このロゴですね。同期しているけど、どうなんでしょうね。はい。そしてもう一つ、今回のワードプレスで導入された大きな機能として、コマンドパレットというのがあります。で、要するに今私全部マウスで操作をしていたんですけど、素早い編集のために今後はキーボードショートカットみたいなものが増えていきます。で、Mac だとコマンドプラス K、Windows だとコントロール K なんですけど、これを押すといろんな機能をもうキーボードで呼び出せるという、ものです。これ、僕なんかはマウスよりもキーボード操作が好きなので、だいぶ、嬉しい話です。で、実は今私押しました。キーボードでコマンド K を押すと、もうここからでも出てきます。サイトエディターの中でも、ここに出てますけれど、コマンド K でコマンドを呼び出すこともできますし、もうここでもコマンド K で呼び出すことができます。で、これナビゲーションを開く、ページを開く、スタイルバリエーションを開く。ここではそういうことしかできないのかな。ちょっとやってみましょう。例えば、テンプレートってやると、テンプレートを開くっていうのができますね。ここでまたコマンド K やると、今はこれしかできないのかな。ここでブランクとか入れると、あ、ブランク。行きました。ブランクを編集。インデックスヘッダー。まあ、ここから急に他の場所にも行けるわけですか。例えば、6.3って固定ページを編集したいっていう時に、6.3にようこそ押すと、一気にここに飛びましたね。あとは、コマンド K。初めての。同期とか入れると、ダメか。パターン。すべてのマイパターンを管理。ここに飛ぶのか。ちょっと完璧ではないですけど、導入されました。いろいろこう飛び回ったりすることができるようになったみたいです。こちらでもコマンド K をやると、例えばここで6.3って言うとどうなる？ここで6.3にようこそのページに飛んで、あ、もうエディターの中で飛んで、編集ができちゃうのか。これ便利ですね。これ、ブロック削除とか、そういうことはできないよね、多分。コマンド K の削除ってなんか出てくるかな。削除は出てこない。うん。けど、ヘッダーを変更したいってなったら、ヘッダーが変、おお、いいですね。あとは僕、なんて、公開ボタン。例えば、ここを押しても呼び出すことができます。
公開ボタン。公開ボタンのあのページを編集したいと思ったら、こうして、ここでいろいろ編集。みたいな、こう、ページの切り替え、画面の切り替えが、だいぶスピーディーになっています。で、多分これはまだその初めて導入された機能なので、ここからどん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 機能が追加されて、本当にそのキーボード操作だけでいろんなことができた、そういう時代がやってくるんじゃないかなと楽しみです。はい。石原さんもおーと言っています。これ、慣れたら早いですね。関根さんから質問。一度作成したパターンの同期する同期内を後から変更することができますか？やってみましょう。やってみましょう。ちょっと早速私もやってみますけど、あら、コマンド K のパターン。けど、この画面に来ちゃうのか。ここじゃないな。で、ちなみに今、ここからだとコマンド K は効かないですね。やっぱりこうエディターの中に入らなきゃいけないみたいです。エディターの中に入って、ライブラリを開く？ほう。なるほど。なぜか日本語がこれライブラリを開くになってますね。まあ、これでパターンいきました。で、同期非同期変更できるか。名前を変更複製削除。同期ですね。同期の、初めての同期パターン。同期、これ変えれる？これ変えれない。ちょっと変えられなさそうですね。例えばこれを複製するときに、あ、いや、同期してないパターンになっちゃうか。ちょっと待ってください。これを編集状態にしてからでは、こうして、編集して、同期してない、これを同期するパターンに変えたいんだけど。ちょっと簡単には見つからないので、あれですね。ここの点3つから、ですね、すべてのブロックをコピーとして、で、新しい同期パターンを作り、その中にすべてのブロックを貼り付けるっていう、そういう流れが一番良さそうですね、今のところ。さて、時間もあれなんで、ちょっとパパパッと残り見ていこうと思います。新しいツールでデザインを洗練。今回は、カバーブロックはテキストからレイアウトコントロール、ボーダーオプションの設定を追加し、強力なブロックがさらに便利になりました。つまり、まあこれはカバーブロックに追加の設定が入ったわけですかね。カバー。これカバーブロックですね。カバーブロックのが追加って書いてました？テキストからレイアウトコントロール、ボーダーオプション。ちょっと、ページ本体の方に入れた方がいいか。カバーブロック入れて、例えばこうして、テキスト、フィルター、いや、ここら辺の設定が増えたんですかね。ちょっとなんかもう以前の設定があまり覚えてないのであれなんですけど、テキストをじゃあ、これ見にくいですね。オーバーレイ、これ変えましょう。こうか。こうして、
まあ、これが昔はなかったんですかね。カバーの文字列。あれか、昔はこのテキストブロックの設定は変えられたけど、カバーブロックの方でこれを設定とかっていうのはもしかしたらなかったのかもしれないですね。デザインツールが増えたようです。デザインツール。はい。あとはですね、これ新しいですね。スタイルリビジョンでデザイン変更を追跡。ページ、コンテンツはその変更履歴っていうのが残ってたんですけど、そのスタイル、サイトの、グローバルスタイルとかを変更したときに、その履歴が確かなかったはずです。誰がいつどうやってそのサイトのデザインを変えたかっていうのが、サイトエディターでは記録されてなかったんですね。それが今回記録されるようになりました。つまり、どういうことかというと、ここに戻り、例えばですけど、スタイル。ここに出てますね。最終更新日。31分前。これを押すと、私がどうやってスタイルを変更して保存したかが残ってます。なので、多分ここの、これ人の名前も記録されてますし、クリックするともうすぐにその変更が左に出てくるので、プレビューで、あのデザインに戻したかったっていう時に、それを適用することが可能です。ここにも出てますね。これを押すと、リビジョン履歴で、もう、なるほど。こういう感じで適用もできるし、あとは、デフォルトにリセット。これは前からありましたけど、こういう感じでコンテンツだけじゃなくて、スタイルについても、履歴を確認することができます。で、スタイル。これスタイルですね。だから、これも多分デザイナーにとっては便利な機能だと思います。はい、石原さんも助かりますと。ね、ちょっと変更して、やっぱ前に戻したいっていう時にいいですよね。はい、ちょっと時間もあれなんで、最後パパパッと、あと2つです。まず、脚注ブロックで注釈を追加。注釈を追加。脚注ブロックはコンテンツ全体を通して機能する便利な注釈を追加します。任意の段落に対して脚注を追加し、リンクすることができるようになりました。これ面白そう。ちょっとやってみましょう。固定ページ、6.3にようこそ。例えば、段落ブロックに追加できるって書いてましたね。これに違うね。脚注ブロックっていうのがあるのかな？脚注を押して、この文書のブロック内の脚注がここに表示されます。どういうこっちゃ？脚注。どういうこと？投稿内の脚注ブロックをまとめてくる。あ、なるほど。脚注はどこで足すんですか？これか！見つけた！ この段落ブロックに対して、この三角を押すと、ここに脚注が出ます。なるほど。で、これか。
違うな。これを。1と2がつきましたね。で、インラインだから文字で、ちょっと待ってくださいね。これを。同期していないの脚注をつけると、ここに1ってつきますよね。で、これがこっちに飛ぶと。ちょっと見てみましょう。これを6.3にようこそで、これですね。これを押すと、ちょっとこれ隣になると見にくいので、ちょっとこの段落を上にずらしましょう。じゃんじゃんじゃん。保存をして、更新。さてさて。これは同期していない段落です。押すと、ここに飛びます。戻ります。脚注ブロックで、コメント書けるようになりました。ああ、これは、脚注です。なるほど。ちょっとこれ、使い勝手があれですけど、慣れたらいいのかな？これ脚注です。もう一回保存して、こっちに戻り。さてさて、これ1を押すと、ここに飛ぶ。これは脚注です。押すと戻る。ああ、いいですね。多分今までのワードプレス、これプラグインとかを使わないと実装できなかった内容ですね。これはいい。これはいい。なんか、まあ、いろいろまだこう編集ができるので、この前に、例えばセパレーター、区切りを入れて、保存して、こうしたりとか、多分これフッターに例えば脚注をものすごいたくさん使う方は、フッターに脚注ブロックを入れたりしてもいいのかな？これはいいですね。ちょっとこれまだまだ遊んでみたい感じですけれども、設定もまだ少ないですね。設定も少ないんですけど、ん？ 脚注に脚注がつけれるのか？どういうことだ？これは脚注ですに、ね、脚注をつけると、お？保存。保存。ごめんなさい。なんかもうこれは完全に遊びです。これを、なんとなんと、もしかしてこの下にもう一個脚注を入れなきゃいけないのか？脚注。ダメか。脚注ブロックは1個まで。うん。まあ、これはなんかバグかもしれないですけど、脚注ブロックの中に脚注。はい。という感じで、脚注ブロックが加わりました。便利ですね。こう、番号も自動で振ってくれるので、今までこう自分でね、やってた人はだいぶ楽になると思います。はい。そして最後もう一個。詳細ブロックっていうのも出ました。詳細ブロック。これも、私は今まで自分で HTML を書いてましたね。HTML ブロックを足して、HTML の中に詳細ブロックになるような機能を自分で書いてました。が、これが、じ、あの、もう、ワードプレスコアの中で提供されたわけです。詳細。で、ここを押すと、何が出るかなと書いて、しかもこの詳細、もしかしてどんなブロックも入れられるんじゃないですか？もしかして。ちょっとメディアのオープンバースの適当にこの画像を入れてみましょう。おー、これ入ったか？入ってます、入ってます。これは詳細ブロック。おー、ブロックの中です。保存。で、これどうなったかというと、これです。たまにこうサイトにありますよね。このポチッと押すと、その中身が表示される。もうこれいろんなブロックが中に入れられるので、
応用を聞かせたら結構面白そうですね。ここ押すと何が出るかな？で、これが出てくると。あれですね、なんかすごい長い投稿を書いてて、まあ、詳しいことを知りたい人はちょっとここポッと開けて、みたいな時に私よく使うんですけど、コアでこれが提供されて大変嬉しくなりました。はい。設定は、詳細ブロックの設定は、デフォルトで開くっていう設定もあるんですね。なるほど。あとは、まあ、色とか、設定ができます。はい。面白いです。で、石原さん、クイズサイトが完全に作れるかも。そうだと思います。クイズサイトで、もう、詳細も脚注も入れて、面白いものが、プラグインなしでできるようになりました。はい。今日は時間はそこまでなので、以上なんですけれども、あとは他にパフォーマンスが向上したり、アクセシビリティで、まあ、50以上の改善があったと。あと今日見なかったですよ。画像のアスペクト比を設定。画像を入れ替えて、例えば縦長の画像、横長の画像だと、ページのレイアウトが変わっちゃうので、もうテンプレートの中で、ここは、例えば正方形に限定すると言って、他の画像を入れても、そのアスペクト比に、編集されるとか、そういうアスペクト比の固定が、できました。あとは、いろいろ、変更点がありますが、もうこれで大体ブロックエディターは、行くとこまで行ったんじゃないかなという感じです。まだそのコマンド K がちょっとできる機能が少ないのと、これ、パターンを開きたいの、ライブラリを開くになっているので、ちょっとこれは日本語の翻訳がもしかしたら良くないのかもしれないんですが、ね、そういうちょっと改善点はあるんですけれども、だいぶブロックエディター完成してきました。はい。今日の内容はここまでになります。最後に何か質問とかなかったでしょうか？次回はですね、まだ予定がされてないんですが、10月に開催できたらいいなと思ってます。ただ、10月末には、ワードキャンプ東京も、計画されていて、私ももちろん参加しますし、おそらくね、もう一人、メガネさんも参加するかなと思いますけれども、もし皆さんも、ご都合が良ければ、ぜひ、ワードキャンプ東京で、現地で、直接皆さんにお会いできたらと思います。それでは、今日の内容はそこまでです。ぜひまた次回のワークショップにもお越しください。今日はお時間ありがとうございました。さようなら。